おはようございます森口でございます今日もよろしくお願いいたします今日は9月の6日金曜日です。総題がこちら 半導体急落後、日経平均、さらなる試練ということで話をしていきます。こちらはですね、日経平均の重要なある銘柄の一つで、かなり堅調に動いてきたのに、昨日は大きく下落していたんですよね。この内容を見たときに、ああ、新しい試練が、みたいな感じで考えたのと、あとはアメリカ市場の中で、ISM 非製造業景況指数、個人的にはかなり注目していたのと、米株の見通しっていうのも含めて話ができればと思っております。今日もよろしくお願いします。 ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず毎朝7時目標で更新をしております。なるべく耳で聞いてもわかるような形で、なるべくわかりやすい言葉を使って解説を続けていきます。毎朝7時更新の毎日チャート分析チャンネル、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまず、昨日の振り返りなんですが、 日本株、算指数で見ると高安まちまちの展開となりましたが、日経平均が390.52円のマイナス、前日に1600円以上下げていることを考えますと、2営業日で合計2000円以上下げた計算になります。 ちょっと下げすぎじゃないかなって個人的には思いますし反発できないっていうことに対して非常に危機感を覚えるんですがこの辺は後ほどちょっともうちょっと深掘りをしていきたいなというふうに思っております値上がり銘柄数値下がり銘柄数自体はきっ抗はしているんですが機応度高い銘柄たちが下げてしまったっていうのが影響しているのかなというふうには思いますその一方でグロース250指数がプラス権を維持できたっていうことやまあ上げてる銘柄業種それなりにあるっていうところは なんとか日本株に期待したいところではあるんですけども後ほどチャート分析しっかりとやっていきましょうアメリカ株も高安まちまちの展開で今日は三指数で見るとナスタックのみが3時41分時点ではプラスです後ほど終わりにベースでも一回確認させてください 欧州株も高安まちまちですがどちらかというとマイナスの方が目立つかな、えー、アメリカ株の業種別ヒートマップを見てもどうしてもやっぱ赤の方が多いかなという印象がありますニューヨークダウンなんかは赤の比率が完全に多いですよね ところが、ナスタック100になると緑の方が比率的には高いかもしれませんし、主力株が結構頑張っている。中でもテスラの上昇率は目立っている。ただ、半導体株、ちっちゃいところは結構赤が多いなという印象でございます。結果、やっぱソックス指数とか、ラッセル2000、この辺はマイナスですが、日経先物はプラスを維持できているというところですね。結構円高水準なんだけども、さすがに 2日間で2000円以上下げてきた後ですので、も、まあ、しろここで反発できなかったら怖いなっていうふうには思いますよね。原油69.17、ビックス19.74、直近に3 7 3に ラッセルソックスともに小幅下落という形になっておりますそして暗号資産なんですが主力通貨は下落している通貨が目立っておりますそれでは見ていきましょう注目の ISM 非製造業は米株は日経平均のさらなる試練とはということで話をしていきたいと思いますまずはいつも通りなんですがアメリカ株が始まった後の日経新聞を確認させてくださいダウが一進一退で始まった理由としましてはハイテク株高が支えということになっております 主力のハイテク株一部には買いが入っており相場を支えているということなんですが、まあ、先ほど見ていた中で一番目立っていたなと思ったのはテスラですかね2025年の1月から3月期に欧州と中国でフルセルフドライビングを実用化する方針を示して材料視されているということとあとは ADP の雇用リポートが弱かったので 0.5%利下げの確率が増えたっていうのは、まあ、ハイテク株にとってはいい部分にもなりえるのかなというふうには思っておりますでその ADP の雇用リポートなんですが14.5万人予想に対して9.9万人これはちょっと下振れが幅が結構大きいので懸念されるべき内容なのかなというふうに思うんですよね21時15分発表時には円高に触れて日経金先物は結構下に反応してますただダウの CFD 自体はそこまで大きく下げていなくこれは ADP の雇用リポートっていうのが 雇用統計とは結構ずれたりするので雇用統計をしっかりと見ていこうという気持ちの表れなのかなというふうには想像しております。でそれよりも注目度が高いといえば ISM の非製造業景況指数火曜日に発表されました ISM の製造業景況指数が弱かったため ISM の非製造業まで分かったら大変なことになるぞってみんな思ってたんですけどこれは予想も前回も一応ちょっとだけ超えてきたかなという形でございます発表時刻23時一応上には反応しているんですがわずかまたその後の時間帯はマイナス圏で推移する時間帯も目立っていたという形になっています記事を見ていきますと2ヶ月連続で拡大圏上昇幅はわずか雇用指数は低下して過労死で拡大圏受注残は縮小圏に落ち込むというところで まあパッと見は悪くないんだけど、まあ、いいところばかりではないかなといった形でございます。グラフにするとこんな形なんですが、まだ脆さがあるというか危険性があるという感じなんでしょうね。結果、マイナス系の時間帯も長かったということです。でチャート的にちょっとまずいかなというふうに思っているのはラッセル2000ですかね。 ついに雲まで割れてきたというところですし、基準線の下に昨日から潜っていて、マックリもデッドクロスになってるんですねで。基準線、赤い線なんですけど、これずっと横ばい圏だったんですよね。っていうのは、8月の5日の下落の前につけた高値。 ここの2つの高値安値の真ん中の点が26日前の高値と安値の割る2なのでずっと取られていたんですそれだけ高い値段から一気に急落してそこの戻し局面という形だったんですけどもその高値をクリアしないまま下げてきてしまっていて26日前ってちょうどここなので高値がずれるんですねってことは基準線の計算上は下に下がるんですね で、マックリもデッドクロスになってるし、雲の下にいるし、そして基準線自体が抵抗するしってことを考えると、ラッセル2000はちょっと上を重たそうだなっていう風に思います。チャート分析、後ほど他の指数もしっかり見ていきますね。で、市場の注目としては、やっぱり9月の FOMC で、 50ベーシスポイント0.5%利下げが行われそうか行われなそうかっていうところだと思うんですけど現状はだいたい35%の確率で折り込んでいるそうです0.25%利下げ予想の方が優勢だ35%ですからねまあそうなんですけども、まあ、週内にはコンセンサスが固まる見通しでその鍵を握るのはやっぱり雇用統計だということですねただ現状この雇用統計前にこれだけ緊張感が高まるのは1年ぶりだということになっています 不確実性の大きさから短期的な取引を完全に回避する動きも出ているということで、実際雇用統計見てみないと、どんな風に動くのか怖いですね。しっかりと見ていきたいという風うに思います。これは予想が当てにならないなっていうところなんですけど、シティと JP モルガンが大幅な下振れとなった7月の雇用統計発表された直後に、9月会合を待たずに、緊急利下げになる強い論拠があるとすら述べていたにもかかわらず、 両者ともここに来て予想をやや軌道修正しているっていうことだったんですね。まあ言うのはただなんでね、で修正もできるってことを考えますと、ちょっとずるいなみたいな考えがあるんですけど、まあそれはしょうがないかなというふうには思うんですけどもね、しっかりと結果を見ていきたいなというふうに思っています。で、その雇用統計なんですが、 今夜の21時30分に発表されます。予想が16万人増の予想でして、まあ、これより強ければ0.25%、弱ければ0.5%利下げの確率が増えるかなといったところなんですが、まあ、市場が恐れているのは、大幅に弱い時ですかね、0.5%利下げの確率が増えた時にどっちに動くかなっていうのは、みんな警戒しているポイントなのかなと思います。0.5%利下げが織り込まれれば織り込まれるほど、ドル円としては円高に振れやすくなりますよね。 その確率をちょっと考えながら今日のザラ場では142円台とかまで突っ込む場面があったということですね一番円高が進んだのが8月の5日141円の68銭だったので、まあ、この辺を維持できるか割り込むかっていうのは雇用統計でもちょっと変わってくるかなとここにかなり近い状態で迎える雇用統計はやっぱり警戒ポイントが高いと言えると思いますでその円高の警戒が強まれば強まるほど日経平均株価の上値が重たくなるとは思っているんですけども日経先物は310円 12円のプラスで、まあ、先物だけを見ると今日は底堅く推移したというふうには言えるのかなと思いますただ昨日の下落分を取り戻せるわけではなくチャート的な節目をいくつか割れてるなというふうには思っていますまず macd のデッドクロスとゼロライン割れが同時に起こっているっていうところで下落懸念がありまたこの点線センターラインこれ長く見た方がわかりやすいんですが上昇トレンドラインと平行に取ったチャネルラインっていうのを見ていてその真ん中の線を点線として引いていてこのセンターライ 自体もサポートやレジスタンスの可能性があるなというふうに思って見ているんですねで下がってきた時にサポートを期待していたんですが残念ながら昨日の下落で下がってしまったので、で昨日ほど戻せないとなるとどちらかというと 成功の可能性の方が高いのかなというふうには思っています。またタイトルにしたさらなる試練という点では、ファーストリテイリングの昨日の材料が異様に気になったんですよね。ファーストリテイリング大幅続落でキャップ調整による売り需要の発生改めて意識というニュースです。7月末時点で日経平均の上位10%超だったんで、まあ、調整が入りますよっていうものに対して、今後もキャップ調整が株価の重しになるっていう意識が改めて強まっているということなんです。なんでこんな風に改めて意識されちゃうのかなっていうところなんです。 なんですけど足元の構成率見ると11.78%になってるんですねめっちゃ高いじゃないですかでそれなんで上がっちゃったのかなってことを考えますと東京エレクトロンが下がったからだろうなっていうふうに思ってるんですね他の指数ウェイト高い銘柄もめっちゃ下がってるのでで相対的にそこが高かったファーストリーデイリングの冷やし車とこんな感じだったのでそこが高かった銘柄が構成率が上がってしまって11.78%まで来ちゃったんでちょっと構成率高すぎますキャップ調整の売りまた入れますみたいな話になる なりえるなというところから株価の重しになっている需給これだけ軽いのに需給重たくて悪材料重なっている銘柄のせいでこうやって下がってしまいこの構成率めちゃくちゃ高いから日経平均株価がこんなに下げちゃうっていうのはなんかちょっとね指数としては嫌だなというふうには思います、まあ、他の銘柄は堅調だったことを考えますとそこまで懸念すべき材料ではないのかもしれないけどやっぱり日経平均株価の方向性って非常に重要なので今後占っていく上でファーストリテーリングのこの需給キャップ構成率って っていうのはぜひ抑えておいていただいてもいいのかなというところややはり為替の影響というのが、まあ、今でも影響していると思いますのでそこも含めてしっかりと日経平均株価も分析を継続していきたいなというふうに思っております。ということで今日の動画のまとめです米株まちまち ADP 雇用統計が下振れて ISM の非製造業が予想を超えたんですが全体の安心材料まではいかなかったと思いますね。 マイナス圏で推移する時間帯も長かったしラッセル2000残念ながら雲の下に潜ってしまいました明日から基準線が下向きになり株価は下にずれるリスクが非常に高くなってきたということですよねアメリカの雇用統計次第では0.5%利下げの確率が変動するのかなというふうに考えておりますそして為替変動への警戒がここ1年間で一番強くなっているっていうことですねだから円高に触れる場面もあったんですが日経先ほどのプラスでは推移できていましたね 昨日のニュースの中で一番気になったのはファーストリテイリングの急落でキャップ調整を警戒する売りが出てるってことだったんですけど足元の機用度が高くてそれは東京エレクトロン並びに半導体指数ウェイトの高い銘柄がバカみたいに下がるもんで機用度の高まりが結局売りを呼んでしまう今まで日経金株が支えていた銘柄がなんかどうでもいい材料で下がっちゃうっていうのはうね厳しいなというふうに思う一方でどうでもいい材料で売られるんだったら こっちはいずれ戻ってくるかもな、みたいなことまで、ちょっと頭の中には思い浮かべておりました。では、指数の売買戦略、冷やしの一目金公表とマックリーを使って各指数見ていきたいと思います。はい、では、折ン値を確認していきましょう。結局、やっぱり高安まちまちのままで終わってしまいましたね。ダウと S&P がマイナスで、ナスタックがギリギリプラスという感じでございます。日経先物も,も327円のプラスで、下げ幅全部は取り戻せないかな、っていう感じです。為替が143円の42銭ということですね。ラステル、ソックスも共にマイナス。 安のまままままででで推移ししてていいいいいるとうう形でございますすチャート見ていきましょうはいま、ずはず日経金株価ですこれは動画の中でもお伝えした通りなんですが MacD のデッドクロスとゼロライン割れ同時に発生していてネガティブで、えー、チャンネルの中のセンターラインを割れているところから新たな抵抗の意識としてはこの辺がね意識されやすいのかなというふうに思っておりますここを超えればサポートとして見れるので超えてきてほしいんですけども今日の日中まずどう動くのか雇用統計の前なのでそんなに大きな変動にはならないとは思うんですけども今日の終値もしっかりと確認していきたい と思いますトピックスもほぼほぼ同じ位置で一目均衡表で見るとやっぱり転換線の下そして MacD が0ラインを割れているそういったところから上値抵抗の方が重たそうかなという印象とやはり為替の影響非常に大きいのでそこは注目してみておきたいと思います。 グロース250指数はなんとかこらえたかなというふうには思ってはいるんですけど、それは一目均衡表の雲の中にとどまったという話ですねで。ちょっとダブルトップっぽい動きに対してネックライン上ぐらいでは止まっているので、 ももちろん上値抵抗天井懸念みたたいいいいいななのは持っってておお方がいいかなという,ふうに思っておりますニューヨークダウは結局下落で終わってしまっていてマックディのデッドクロスが発生していたり地高スパンも完全に割れているので売りサインが連続しているというふうに見ておいた方が良さそうですねサンドピー5や雲雲の上ギリギリ保っていたものが雲の中に入りそして地高スパンが割れマックディデッドクロス後2日目でさらに深掘りしているという形なのでチャートは悪化していますナスタックに関しましてはプラスで推移 使用がが2日続いいたたこととははは決してネガティブではないんでななんんすけども状態が良くなったとは言えませんねそしてラッセル2000一番懸念していたところなんですがやっぱりまあ基準線の下にいて真っ黒は下向きで雲の下にいてっていうところで,で基準線が明日から下向きに変わるのでそういったところはやっぱり注意点かなというふうには思っておりますはいということで今日は、まあ、ISM の非製造業注目してたんですけどそこまで大きな動きにならず良かったというか物足りなかったというかっていうところと アストリのキャップ調整警戒売りって今までそんなに意識してなかったんですけど、まあ、いつかは来るだろうなって思ってたんですが、昨日はね、顕在化したという方でございます。ちょっと今後の警戒ポイントとしてぜひ押さえておいていただきたいなというふうに思っております。それでは今日もお知らせをお礼させてください。個別銘柄をとことも分析するマガジンなんですが、これ今日の動画と一緒にこの記事配信されますので、よかったらぜひチェックしておいていただきたいなと思います。まあ、準備完了、読み続けている方は意味は理解できると思うんですけども、それ以外の内容も書いてありますので、よかったらノート の URL をチェックしてておいいくださいまた来週ですねちょうど1週間後ぐらいになりますが9月の14日土曜日東京にて池袋にて10時からリアルセミナーやりますのでぜひ参加できる方はご参加いただければ嬉しいなというふうに思っております参加費は2000円 PTX の URL が概要欄にございますのでぜひぜひチェックしておいてくださいよろしくお願いします ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた明日以降もこのような形で朝7時目標を頑張って更新していきますので明日も聴いていただける方はぜひ毎日チャート分析チャンネルチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。